金を選ぶのか、現状を選ぶのか、脱出だ脱出だ脱出だ、勇気。はいどうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、2023年12月、31日大晦日、カオスマイスター計画、この私のチャンネル、最後の動画となりました。いやー、いろんなことがありましたね。ほんとね、カオスマイスターチャンネルのこのね、カオスマイスター計画をご覧の皆さん、本当に1年間ありがとうございました。これからもね、どんどん、カオスの動画をね、カオスの動画を上げていきます。来年は本当に戦う覆面ビル管理士としてね、ますますの、発展と活躍を期待してください。本当、なんて言ったらいいんでしょうね。もう、ライジンで朝倉海が勝ったように、カオスマイスターがレジリエンス大会で勝ったようにね、本当にね、もう、すごい活躍をしますんで、今年はいろんなことがありましたよ、ほんと。3年半勉強して、3年半毎日3時間勉強して、ほんと、ようやく合格できたビル管理士試験。ほんと、プロレスラーとビル管理士の二足のわらじをやってるんですけど、資格は、電工二種しか持ってなくて、で、今の会社入って、ビル管と、貯水槽管理者も、防火管理者も取って、三つ資格持ってるんで、で、電工二種と合わせて、もう、すごい、頑張ったんでね、今日はご褒美として、年内最後、年越し、トンカツを食べました。これ、トンカツ和光ですね。和光さんで、2459円の、なんだ、特上、ヒレカツ定食を食べたんですね。で、それラストオーダーですけど、オーダーしますかとか、なんか店員がふざけてきたんで、あ、じゃあ、ささみチーズカツ、くださいって言って、ささみチーズカツ、値段どのくらいかなと思ったら、一切れ400円もすんのね、ぼったくりじゃねえかよと思いました。だけど、超美味しかったです。とんかつ和光さん、美味しいですよね。ほんと、八丁味噌をね、つけて食べたんですけど、私、八丁味噌嫌いなんで、八丁味噌をご飯にぶっかけて食べて、で、ソースで食べて、で、からしで食べて、で、これを食べながら、ライジンのペイパービューを、スマホで見ながら、これ食べてたんで、この動画、途中で飛び飛びになってます。はい。私なんで、普段 MMA とかあんま見ないんですけど、B ベットっていう、その、ね、お金をかける、なんか、オンラインカジノっていう、ちょっと違法なこと、違法じゃないのか、なんかやってるんですよ。で、競馬やるより、競輪やるより、なんか、ボートレースとかやるより全然、面白いなって思って。だって当たる確率ね、人間対人対人が戦ってんだから、確率的には2分の1なんですよ。まあ、強い弱いあってオッズがあるんですけど、斉藤豊選手がちょっと負けちゃったのがね、ちょっとショックでしたよね。あと、足沢流星が太田忍にみんな負けるって言ってて、いやでも大晦日だからなんか、大どんでん返しあるだろうなと思ったら、普通にテイクダウンされて、忍者チョークかなんかで負けて、そりゃそうなるわとか思って、ほんと、二人に1400円ずつベットしたからね、ほんと、14000円かけるかどうか迷ったんですよ。かけなくてよかったですね。ただほんと日本の MMA 界のスーパースター、朝倉海さんがね、本当にもう朝倉海はもう強いですから、1万4000円かけたんですよ。負けたら最悪なところ勝ってくれましたね。で、1万4000円がまあ2万円ぐらいになったのかな。だから、なんと太田忍さんと、あ、違う、太田忍さんじゃねえ、足沢流星さんと斉藤豊さんが、負けを帳消しにしてくれたどころか、2000円ぐらいプラスになったんで、万来のチャーシュー猿がね、食べれる金額設けました。はい。ほんともう B ベットのオンラインカジノなんかもう二度とやるかって感じですよね。はい。もうヒヤヒヤしましたわ。もう、たとえね、1000円、2000円でも失いたくないんですよ、俺。ギャンブルとかあんま好きじゃねえから。ほんと、ね、2000円あったら万来のチャーシュー猿食えるんで、本当もうこの八丁味噌、最初これソースかなと思ったらソースじゃないよね。今手に持ってるのはポン酢かなと思ったら醤油なの。本当しょうもねえなと思いました。
ただ久々のね、あのとんかつ和光のあの特上ヒレカツ定食、これちなみにあの JRE ポイントで全部生産したんでタダで食えました。2400円かな、2500円ぐらいする消費税込みで、このね肉めちゃくちゃ美味しいんですよ。ヒレカツ柔らかくてジューシーで、だけど俺八丁味噌嫌いなんで、この八丁具じゃないんで、これ八丁味噌がうまいんじゃなくてカツがうまいから今グッてやったんですけど、この味噌はご飯にぶっかけて食べた方がうまいなと思いました。絶対味噌で食うよりソースで食った方がうまいから、はい、ほんとね、皆さんもぜひとんかつ和光食べてみてください。もう最後、私がこの店のオーダーで今入ってきた親子、もう大晦日なんでめんどくさいんで、ノー編集でもう顔も隠さないんですけど、あの親子が、あの、閉店時間が、あの、18時までだったんですけど、これ18時1分ぐらいに来店してきて、あの、門前払いされてました。その門前払いされてる親子の顔を見るっていう動画が、このカオスマイスター2023年最後の動画ですね。はい。それをちょっとご覧ください。どんな動画だよって感じなんですけどね。はい。これも結局ゴミクズ動画ですよ。やっぱね、カオスマイスターって言ったらやっぱあの、ゴミクズ動画を上げることで有名なんですよ。こんなの誰も見ねえ動画。で、これをアップした時にしたら、ほんと数分後に誰かさんが、なんか10再生とか、なんか20再生とかしてるんですよ。絶対ハプキトーマスなんですよ。で、その再生回数を見て俺が吹き出してしまうっていう、最近その日の焼カレーとか、あのラーメン改ざんとかどうでもいい動画を、なんかめちゃくちゃ再生されてるんですよ。それを見るたびにブワーとか笑っちまうんですよ。ほんとやめてほしいですね。まあでもあの、まだ会社始まらないんで、1月5日からあの、仕事始めなんで、ほんと今年の年末は、実家にある、辺境の地のクソどい中に帰ろうかなと思ったんですけど、帰ったところで何の面白みもないから帰りません。はい。まあ、本当は帰った方がね、いいんですけどね、でも本当つまんないんですよ。何にもないから。大根おろしで飯食ってるし。元を取らないといけないと思って、今回このトンカツで、トンカツ和光っておかわり無料なんですよ。8杯ご飯おかわりして、腹パンパンになって死にそうになりましたね。はい。で、もう本当にね、皆さんね、良いお年をってことで、本当、2023年カオスマイスター計画、本当にありがとうございました。チャンネル登録者も200人ギリギリいかない、200人いったのか。今年は200人到達して、本当に、ありがとうございました。来年は本当300人、400人、500人を目指していこうかなと。本当このチャンネルをね、最終的にあのチャンネル登録者9000人目指しているので、はい。あ、来年はプロレスもやりますし、もっとビル管理士としてどんどんステップアップしていきたいなと思います。もう今の会社を辞めて大手でちょっとね。千葉県で年収750万の仕事と、神奈川県で、年収800万の仕事のオファーが今来てるんですよ。ほんと悩んでます。ただ、千葉に行くって言ったらもう引っ越ししなきゃいけないんで、東京を離れないといけないんで、つまりほんと人生の、なんだろう、今、分岐点に立ってますよね。だって今の会社の年収が432万円っていう、なんかもう、まあ、資格を持ってなかった当時の自分からしたら、まあまあもらってるなぐらいだと思ってるんですけど、今もう最強の資格を手に入れちゃったんで、最低ラインが、今500万から、550万ぐらいからなんですよ。ほんと、ね、550万以上の、年収希望っていうところで1日に10件ぐらいずつ、まあ、10件は言い過ぎか、でも8件ぐらいずつね、仕事のオファーがね、どん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 来て、プレミアム、会員登録みたいな、うちで働きませんか、カオスマイスターさんみたい、面接受けに来てくださいみたいな、いうやつがね、なんかどんどん来てるんですよね。ほんと、ハブキトーマスターにめちゃくちゃいじられて、なんか、金を選ぶのか、義理人情を選ぶのか、出しすだ、出しすっていう言葉が、できちゃうくらい、本当にね、今迷ってます。はい。シェリー少女くたばれ、三つ秋一人飯くたばれっていう感じの、人生を歩もうとしてるんですけど、まあ、ちょっと何言ってかわかんないですけどね。うん。
本当に夕暮れのダダみたいにはなりたくないなと思ってます。以上、カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれ、2023年本当にありがとうございました。2024年、来年からもぜひカオスマイスター計画、このチャンネル並びにカオスマイスターという覆面プロレスラー、かっこ戦う覆面ビル管理士をよろしくお願いいたします。以上、カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれ、バーイ。シェリー少女くたばれ、ハブキトーマスターレジリエンスに来い。